5年ぶりの上陸やわ。日本最後の桃源郷、売春島と言われた渡鹿の島に上陸。誰もおらんて。いやー、こんな歓迎ムードやとはな、本当に。お疲れですというわけで来ました、こちら日本最後の桃源郷と言われた売春島こと渡鹿の島に。ここはな、伊勢志摩半島の奥地に位置する的屋湾って言うねんけど、そこに浮かぶ島やねんけど、なんとここね、外から来て女の子たちをここに売って生産業のサービスをここでやってたっていう、売春を斡旋してた島やねんけど、江戸時代から始まったわけやねんけど、大阪と江戸があってここの間に位置してるねん。なるほどね。船乗りたちがここを休憩所として、風待ちの島として、ここに立ち寄った船乗りを女性たちが相手してたわけ。実際今でもその名残が残ってて、で俺も5年前行った時、実はそういう娼婦に会ったわけやねん。すっごい面白い外人の娼婦5年前の動画概要欄貼っとくから見てほしいんだけど、それぐらい名残があったから、今でもやっぱその置き屋とか女性娼婦が住んでた建物とかがそのまま残ってたりとか、その時はスナックに扮したバッグで置き屋のサービスをしてたりとかして、そのスナックとかもそのまま売りに出されてたりとかするから、今回はそれを買いたいと思います。どんな企画やじゃなくて、前回パッて立ち寄っていろいろその話をしたりとか島民に絡んだりしてんけどさ、今回はここにできたら泊まりたいなって。まあでも突然来たから、まあ言ったら俺ら船乗りの状態やな。なるほど、ね、休憩に来たわけだから実際何も決めてません。いろいろ喋りながら散策してここを楽しみたいと思う。今はここってあのハートの形してる島やね、上から見たらね。だからハートアイランドって言って、まあ言ったらそういう歴史もあってんけど、もっともっとこうポップにしていこうと、イメージ開花していこうっていう形やから、実際観光地としても利用されてるから、去年の10月ぐらいに平野区、あんたの地元やん、仲良し高校が修学旅行でここに来たりとか、修学旅行できんやん、沖縄とか行かれへんやん、ね、すぐそこやな。あれ福寿草あそこに泊まって、いろんな社会見学したみたいね。そうなんや。綺麗ねこの島が、また景観とかいいね。でめっちゃ気に入ってさ、何もないからこそ癒しがあるというか、都会の喧騒を忘れて今回は癒されるっていう超ぶらりブログ旅ディープスポットではあんねんけど、その名残があるっていう形やから、いろいろ楽しみながら楽しんでいただきます。はい、レディゴー。歴史を感じるな。早ない。あるよそんな。ないってあんま見んやん。見るよ。公衆電話は一定期間ごとに置かないといけないって法律で決まってるんですよ。懐かしい。懐かしいですか。5年前ぐらい。一回行ってみていい。うん、あ、こんにちは。竹の子です。なんかコロッケ買う。コロッケください。はいはい。210円。一個見ます。50円。一個ください。はい。260円になります。はい、はい、ありがとう。ありがとうございます。何でも出たよ。コンビニよりコンビニやな。うん、手作りも売ってるし。名残感じんな、ほら、めっちゃ。これ、こういうとこ？うん。これ、ここか。パラダイスと、北山あるし。青い鳥なんだ、まあ、かの有名な岡田雅子っていう流行らした人がおんねん。売春島っていうの、九州とか四国から4人の女って呼ばれてる人たちが来て、初め自ら売春をやってたわけ、その中でもこの岡田雅子っていう人が女帝って呼ばれてるかっこいい。この人がパラダイスと青い鳥を作って、ここで売春とか何やらで、大儲けしたわけねんな。ほんならやで、とりゃ警察は黙ってないよな、三重県警の特捜で取り締まりの人がブワーって聞くわけやねん。ただその女帝の岡田雅子氏すごいよ、その特捜芥川っていうね、手玉に取っちゃうねん、ゴロゴロしちゃうねん。すごっ。その二人でここ岸井さんに取ってるスタイル作って年間で言ったら5億いや1億なんか一説によると、ドラム缶に改札束が入るぐらい売り上げたらしい。すごいなみんなだから真似してスナック作ったりとか、置き屋とか、そんだけ人が集まるっていうことはパチンコできたりとか、闇スロとかもあったらしいね、ただやで、その人の成功いつまでも続かないんです、2016年志摩サミットによってどんどんまあ規制がされて、経営も破綻するわけ。でもまだお金残ってるっていう状況で、まあ、自称コンサルタント事件やって言われる人が、コンサルしますよっつって岡田雅子のお金を食い荒らしてるで、ここが今ほら貸し物件になってる。借りれるってことやで。何ぼかで電話してみようか。 NTT ドコモでおかけになった電話番号は現在使われ使われてないんかーい書き換えろ一つ俺はチャンスがあると思って、この動画でそういうこと発信することによって、ここがこれから使える人たちがおるっていうことは、チャンスが転がってるんじゃないのかなと思ったんですよ。パラダイス呼ばれるかもしれないあった最下位これが一番最後の店になったらしい。でもなんかいろいろ感じるもんがあるな最下位って感じで書いてね
これからまた再開しようっていう意味でということな、全ての加藤なのかっていうな、ね、うんうん、そう、ノンフィクションライターの高木瑞穂さんっていう、あの、うん、売春島っていう本があんねん、そこにも書いてあんねんけど、この歴史とか、ここで実際働いてた人とかのインタビューとかも載ってるやつから、うん、いろいろ勉強はさせてもらいましたけども、ちょっと探索してみようか、こことか行ったら実際にその娼婦たちが住んでた沖屋とかがあったりとか、多い時は6、70人ぐらいおったらしいんやな、めっちゃおるな、うん、で1時間で大体2万払って、その人の用意する、まあ、アパートでそういうことするらしい、どういうことするか分からんけど怪しいわでやで、ロングタイムやったら一晩で4万、そう考えたら安くも感じる、うん、一世風靡した70年代後半80年代とかはタレント級の人らとか綺麗な人もおったらしい、日本人だけじゃないけどな、外国の方とかもおって、うん、飛び田級ちゃう、多分飛び田ってすごい綺麗な人多いやん、それぐらいの人たちがいっぱいおった、お、にゃんこ多いなこの島、うん、どこ見て歩いてんねんえって猫に強いってわ、いいな、こっから坂に乗ってて、え、ここ開いてるやん、うまい、ガンちゃん、まあでも百何十人住んどんのかな、さっき子供とかもおったもんな、そういう歴史を子供たちは知らんかった、この周辺の人たちも知らんかったですね、むしろその県外から来た人の方が見えにこの島があるっていうのを知ってたりとか、出されへん部分もあるやん、島民からしても、ただ逆に島民自体もその歴史を通して当時こんだけ盛り上がってから潤ったっていう人たちも多いから、欠かせない存在でもあったっていう人たちも多いと思うし、ただやっぱり売られたわけや女性は、それは昔の飛び田とかと一緒で騙されて恋人関係にあった男に連れてこられて1人200万で売ったとか2000万で売ったって人もおったらしくて、で1年で1億儲けたって人もおったらしくて、だから言うとバンスやんな、知らん何それ、バンスって借金そこに女の子200万で売れたとします、その200万がその女の子の借金になるから200万分まずは働かなあかん、それバンスっていうね、店に対しての先の借金、その中間人の男の子とブローカーっていうかっこいいなでもやっぱり沖屋っぽいよね、見ていったら、うん、だからこのな島ってな逃げられへん、船ないと無理っすもんね、ただその女の子たちもやで、バンスがかかってる時って1日1000円とかしかもらわれへんだしね、しかも1日1回だけしか出ないときに、うん、実家に生きてるよ頑張ってるよみたいな、ここのことを言わずして、うん、そうしないと実家が捜索願い出したりして、で買い物は月1回らしい、で男の監視下にあったらしい、ね、ただ全然多分そうじゃなかったと思うし、いろんななんか情報が行き来してるらしいで、売り飛ばされて働かされた17歳の女の子が夜に泳いで逃げたっていう話とか、うん、ここで取材した女性編集者が消息不明になったとか、それがまあネットによって伝言ゲーム化して肥大化して都市伝説みたいになってるけど、あ、それはありそうやな、本当かどうか定かではなっていく、うん、ここと女の子が住んでたアパートなんちゃう、こんなとこっすか、最近の話だからな、言うても、まあ、そうですね、うん、ほら、こういうのとか建物の方が多いかもな、島の人数よりも、うん、逆で来てるな、こっちから行くってことやろ、うん、ビューで行ったことない、俺からしたら分からへん、なんてなんてすごいな、パンチ効いてるわ、うわー、なんか盛り上がってほしいな、うん、うん、借金返し終わった人はどうなるんですか、最初はって女の子割と自由らしくて、この島で普通に飲み食いしたりとか、この島の人たちがすごい女の子に優しくしたらしい、売春って一つの仕事の中で女の子は商品としての扱いやから手厚くご馳走してくれたりとかしてたみたい、だから飛び田信じるあのおばちゃん的存在の人おるやん、ああいう人たちが島の人たちやったんじゃうかな、うん、だから先会社終わっても出ていくっていうよりむしろ居座った女の子とかも結構おったらしい、居心地よかったんや、まあな、その人それぞれやと思うねんけど、俺が調べた情報とか読んだ情報っていうのは不確かなもんかもしらんから、そうですね、その当時に生きてるわけじゃないから、うん、ただこの売春島っていうのは一つの歴史としてあるものではあるから、一種それは多分拭い去られへんもんではあると思う、食べどころ、いわちゃん、ちょっと寄っていけない、あー、いい店、もうこの人にいい店、2名行けます、はい、どうぞ、お願いします、この部屋ってだってここぐらいですかね、空いてる、この時間、そうやね、うちぐらいかな、あ、ほんまに、ホテルとかってこの辺空いてるんですか、今も、ちょっと一回聞きますね、もうそこなんですよ、もうそれだったら行ってきた方がいいですかね、じゃあ一旦、はい、すいません、行きます、一緒に行こう、どうぞ、いや、もう、近く寄って、今あるやんってなって聞かれてるんですよ、あ、なんかね、聞きました、で今も全くなんですね、全くです、ゼロですか、ゼロです、うん、すいません、とってません、素泊まりで大丈夫です、素泊まりで、はい、ありがとうございます、はい、今チェックインしましょう、荷物だけ一旦持ってチェックインしたらまたここ、あ、わかりました、お願いします、すいません、
こういう田舎の風情ある民宿とともキャンピングカーあったらいいと思うんですけど。確かに。ごめんなさい、突然。いえいえ。ふらっと来たの？田舎ぶらり旅ですね。めちゃくちゃいい。いい部屋。ご飯食べてからまた戻ってきて。はい、わかりました。ほんなら、ほとんどだけ控えてもらっておくからね。はい、ありがとうございます。行ってきます。昔あれですよね、一世風靡したみたいな。そうそう、ここはそういう島なんやけど、そんななんかディープな歴史があったんですよ。そうそうそう、もう今ゼロなんですね。そうなってしまいましたね。またじゃあ戻ってきますね。ここ空いてますんで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今もうなくなったんだな。うん、俺が5年前来た時はパッと名残感じたけどな。うん、とりあえずご飯を食べます。よいしょ。ギョーうまそう。うん、こんな感じなんや。うまそうや。うん、めちゃめちゃだし濃厚やん。濃いな。醤油も感じる。すごい絡み合ってるわ。美味しいです。めっちゃ美味しいです。こって島って何人ぐらいいるんですか？200人ぐらいおるかな。釣りの人が多いんですね。うん、今のところ考えてるのは3月終わりか4月ぐらいにうちの店主催で魚釣り大会開催しようかな。ちょっと魚美味しいんですよね、この辺。釣りがメインになっとるからね。あ、うん、あんまり住んでないけど建物はいっぱいありましたもんね。釣島サミットの時に一気にもうガサ入ったから。逆にでもこれからここ移り住みたいというゆっくりしたいという人ってめっちゃ安くできるんじゃないですか。いやけどね、なかなか、ね、昔のイメージあるから僕全然住みたいですけどね。家賃何分ぐらいなんですかね、ああいうアパート。高い。え、高いんですか？4万5000円。ああ、結構しますね。結構リーズナブルだと思うけど、ここの島の人らは昔の感覚が飛んどるから、大体1日で100万200万平気で動くとこやったで。下げたつもりなんですね、4万5000円。下げるかもう下がることない。お客様来るもんやと思うので、蓄えもあるし十分その時代の。こんなとこはおらへん。安くしたいけど、その欲が。あ、まだあるんですね。欲しい人が嫌でも借りるって言われたと思ってるから。はいはいはい。じゃあ増えるかもない。うん、聞いてくれるの。はいはいはい。YouTube でもそうやし、新聞関連は真ん中の島っていうのは栄養に書いてないし、何十年前の時を気づくのが分かるので、うちらが今もう魚釣りと星空とこの店っていう感じでイメージアップしていこうかなっていう、これの考えやけど、ね、なるほど。めちゃくちゃ素敵です。また釣りちゃんとしに来ます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。よいしょ。めっちゃ美味しかった。うん、なんかあれやな、みんなそれぞれの思いがあんねんな、過去に対して未来に向かって進んでるんやなって思った。うん、てかここにさ20人以上もおったわけ。想像できない。すごいな月日って。って言ってるけど100年後にはここで YouTuber がらしいでって言ってる若者がおるかもしれない。落ち着いた。はい、ちょっと待って。あのシーン好きやね。ちょっと人質めシーン全然ついてくれ。おめっちゃいい。ええ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 。なんでくっつけんねん。しょやか。ほんま。シャワー浴びて。うん。飲むか。よっしゃ。はい。おいすっきり。めちゃくちゃすっきり。乾杯しよう。はい。飲んでるやん、もうショックやわ。開けただけ。開けただけ。開けただけ。飲んでない。ういー、よかったな、今日ゆっくりできるな、ここ。癒しの島って感じやな。うん、昔は多分今頃遊女を読んでなんかやってたんかもしらんけど、その名残は今一切なく、売春っていうのが摘発されたっていう現実を今知ったな。俺はその時代を知らんけど、やけど売春っていうのは法律違反やし、まあ、いけないことではあるのかもしらんけど、それでこの島は盛り上がって借金で首が回らん女の子も生き延びれたとか、うん、美味しいご飯を食べれたっていう人もおったかもしらんし、それによって男性は楽しんで都会に帰っていったっていう満足してる現状はあるから、でこの島の人たちもあの時は人が来たんやけどなみたいなことを言ってたやんっていう現実はあるから、何が正しいかどうかとかは別として、具体的にその時のことっていうのは正直わからんかったけど、この島がどんどん変わっていって、これからどんどん多分観光地化されていったらいいなって思うし、されるとは思うねんけど、その上で多分この歴史っていうのは一つ過去としては語らずにはいれないこと
ことやとは思うから、世の中は SNS を通して管理社会になっていって、そういう規制っていうのは厳しくなっていくと思うから、そういう過激なことっていうのはできなくなるから、だからこそこうやって広げれることもできるから、売春っていう歴史が一つあると思う。そこで興味を持ってきたとしてもいいね。でそこでこの島がいいなと思って、ここで何かをしたいっていう人たちがこれから生まれたらいいかなって俺はすごい思った。それは西成だって一緒やと思うよ。俺も初めは興味本位で、ちっちゃい頃とか親父に連れられて西成出たけどさ、でもやっぱりなんか変なおっさんとかおったりとかするからさ、ちょっとおもろいやんSNS でもさバズったりとかしてるやん。やっぱそうやって一風変わったような場所やから、初めは興味本位で集まったりすんねん。でもそこから今西成ってすごい変わってきてんねんな。若者も増えてきて、いろんなお店できてきて、どんどんポップになっていって、若者も楽しめる街にはなりつつあんねんや。変わってはいけないことってあるかもしらんけど、変わらなければいけないこともあるかもしらんし、現実を受け入れて変化を楽しむっていうことも大事だと思うし、ただそこにおった人らも大事にするっていうことも大事だからさ、すごいそういういろんなことを感じたなって、今回のわたかの島で5年前とまた全然違う現実を伝えれたんじゃないかなと思うんで、変わるんって悲しいけど変わるよな時代は。そこを楽しまないといつまでもすがってはいけないよな。過去は懐かしいものはいいけど、そこから学んで次につなげるしかないと思うから。でもその変わらない風に居続けようって思うことって、みんなが思うことやと思うね。あいつ変わったなとか、いやお前変わってないよなとか、俺最近すごく思うのはやっぱり変わり続けることが成長することやと思うから、一生人間は年を取るし変わんねん。どっかで軸だけ大事にして、でも柔軟に時代に対応するってことが大事なんじゃないかな。時代はどんどん発展していくから、わたかの島もこれからどんどん変わっていくんじゃないのかなと、それを俺たちは見ながらまた行こうって思えたらいいんじゃないのかなって思いました。お疲れさんです。おやすみっす。てか楽しかったな今日。めちゃめちゃ遠ないっすか。よく考えたら何かあったら嫌やな。いや何もないわ。楽しかった。また明日。ういっす。なんかすんなすかありがとうございました。ありがとうございます。最高でした。あ、どうもです。気をつけて。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ういっす。あ、お疲れ。お疲れです。まだ来ますね。あ、OK。 まだ来てな。OK です。まだ来ます。夏海行きます。お疲れです。へおい。またいつかが、こういうディープスポットあったらジョブロの公式 LINE 概要欄に貼ってるんで教えてくださいみたいな LINE で、これからもこういうディープスポットやっていくんで、チャンネル登録よろしくお願いします。